で水車の横にこういう鐘が鳴るのはあるんですけど、ちょっとこの前を歩くと鳴るっていうことが分かったので、ちょっと歩いてみますね。そしたら多分鳴るんじゃないかと思います。鳴りましたね。の方ではこうやって粘土の焼き物に使う土を細かい粒子にしています。水が溜まったらガタンって落ちます。カラウスって名前はなっていました。今度こっちが落ちますね。そしたらゴトンって向こうがつきます。こうです。じゃあもう一回聞いてみましょうか。何の曲だか分かりませんよ。なんか音が壊れてならんと考えて、わかりませんね。じゃあもう一回水が流れるのを聞いて、これを聞いて終わりにしましょう。なんかめちゃくちゃっていう感じがしますけど、はい、終わります。